西田愛です。毎日マスクつけて大変だねみんな。私もそうだけど、もう少しでもさ、ひんやりするマスクとか、なんかマスクはマスクでも工夫しながらね、過ごさないと熱中症だったりいろいろと考えることもいっぱいあると思うんですけど、まあ、なんせ感染症をね予防するためにつけてるわけなんですけど、こうマスクつける生活慣れたじゃないの、私たち半年ぐらいマスク生活で、だんだんさ、このマスクつけてるのが当たり前になって、みんなも気づいたと思うんだけど、あの人知り合いかもしれないとかさ、目元だけで判断する、あれ、まあ、人間違いとか私もたまにしたりするんだけど、似てるなと思って話しかけたら全然別人だったみたいな。とにかくマスクつけてるといろんなハプニングが起こるのよ。マスクだけだとめちゃくちゃ可愛いのに、外したら思ってたんと違うみたいなさ、めちゃくちゃマスクしてるとかっこよく見えた人が外してる瞬間見た時に、あ、なんか思ってた感じと違ったなとかさ、それは余談ですけど、とにかくマスクっていろんなさ、人にさ、マスクをつけた状態のこの印象を与えるわけじゃない。だったらより良い印象を与えたいじゃん。でマスクつけてる時って、女性は特におしゃれできるポイント、お化粧とかしても目元しか見えないわけですよ。どんだけ可愛いリップつけようとしても見えない、チークどんなに可愛いのつけてても見えない、お肌どんだけツヤ肌にしててもそれも見えないし、汗でも落ちます、そういうのは。だからせめてものこの目の周りでね、アイメイクでなんかおしゃれを、ファッションをメイクを楽しもうよっていうのを提案しようと思って、で最近私アイメイク変えたんですよ。すごい特に周りの女性から好評で、どうやってのそのメイク紹介してって言われるのね。でインスタでは一回紹介したんだけど、まずこれを使ってます。ディオールのね、バックステージアイパレット004番、ローズウッドっていう色で、これ実はファンの人がね、事務所に送ってくれて、アイちゃんよかったら使ってって言ってくださったやつなんですけど、いただいたから速攻使ったのね。そしたらすごい評判良くて、で湯川さんとかマネージャーさんね、湯川さんとかこれを使ってるっていうのは知ってんだけど、単体で見てる色とここに載ってる色がなんとなく違うから、どないしてんのみたいなことを言われたんですよ。このままの色を使うんじゃない、ちょっと使い方を私はしてて、工夫次第で今お手持ちのアイパレットだったりアイシャドウ使い飽きたな、もうこの色飽きたな、新しい色欲しいなみたいに思ってる人も、今あるものをもう一回見つめ直して色を混ぜることで、もしかしたら新しい色に出会えるかもよっていうのをね、みんなと一緒にちょっと今日気づけたらいいなと思います。では始めていきます。今日はもうベースメイクと眉毛と、アイラインとアイホールの薄いアイシャドウだけしてあります。ここから次のステップはスタートっていう状況ね。用意するのはこういうブラシ、みんなブラシ持ってますか？プチプラのものからデパコスのものまで、こういうチップがついてるもの多いです。ブラシ系のチップ、人によってはこういう長いブラシでね、使い分けてる人もいると思います。メイク大好きな人とか、そういう人はもうそのままこれを使ってください。こういうしっかりメイク用の専用のブラシとか長いの持ってないやっていう人も、その付属のやつとかでいいので、前に使ったやつの色が残ってないよね、ティッシュとかでしっかり汚れを取って、っていうか洗ってるちゃんとブラシとか洗ってね、ちゃんとチップよりブラシの方が絶対いいと思う。私大体いつもこれとこれを2色混ぜるんですよ。これメルトメタルマジェンタっていう色で、これがマットローズっていう色、ちょっとラメの入ったちょっと赤みの強いピンクと、マットなちょっとピンクと赤が混ざったような色。もうね、混ぜ方はねすごくすごく適当で、私はもうこするというよりポンって置いて、ポンって置いて、ポンポンポンって置く、これぐらいです。1回で結果出そうとすると絶対失敗するので、 2,3 回重ねながら色を調整していくっていうつもりで、長い目で見てください。一発で行こうとしてごっそり取ると、もう取り返しつかなくなって、朝の忙しいバタバタの時間がもう倍以上伸びますので、ポン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 と取りましたら、私まず二重幅に塗っていきます。二重幅に、いいね、で、なぜ最初はごっそり取らずにポンポンかというと、これをねちょっとだけね、あの目ん玉があるこの頭蓋骨のさ
骨があるところの下ぐらいまでうっすらねこれで覆いたいんですよ。色をつけたいの、陰影と言いますか。なのでうっすら色は取った方がいいです。いきなりここで濃い色取ってるともうゴスロリというかちょっと怖い感じになっちゃうので、今ここの骨があるところまでうっすら塗れました。そしたらもう一回同じこれとこれ2色ちょっとちょんちょんちょんって取って、この時に目尻側から前に向かってこういう方向に塗っていきます。目尻に乗せてこう前の方に向けて、目尻に乗せてから前の方に、目尻から前の方、目尻から前の方、今こんな感じです。一塗りだけした方と二塗り目、二重幅にだけ濃いめに塗ったのとこういう違いがある。こんな感じ、わかりますか。で今ライトが当たってるからあれだけど、結構太陽の下とか普通の光の中で見ると結構赤みのある、あのピンクっていうのかな。だからこの色ね、本当に混ぜ具合によっては秋も普通に使える。あのレンガ色ってボルドーカラーとかテラコッタカラーって秋にもドンピシャの色だから、そういう色に寄せれば秋もできる。だからそういうのもいちいちテラコッタカラーっていうアイシャドウを買うのもいいんだけど、もうそういうのさいちいち季節ごとに買ってらんないじゃん、お金かかるし、だしさ収納も大変だしさ、できればもう少量で決め切りたいじゃん、アイシャドウとかさ。いう時にこういう何色かあるやつを買っとけば、混ぜ具合によって季節によって色を自分で変えられるので、だからなんかこういうのいいなって思うんだけど、今この赤系の2つでアイホールと二重幅塗ってるんですけど、次に真ん中のこれと次こっち側のちょっと茶色がかったやつ、これを今度は混ぜます。混ぜて今度は目尻側だけに塗ります。ちょっとしたグラデーションというか目尻側だけ、こんな感じ。そしたらですね、このラメの色綺麗なんで、じゃあ今度はこれとラメの入ったこのピンクとマットなこのダークブラウン、これを2色混ぜます。下まぶたの目尻側にのせます。黒目より外側です。もしかしたらもうちょっとやってもいいかも。なんか個人的なブームですけど、目頭寄りの方までアイシャドウが来てるの最近好きで、結構こうやって思いっきり囲んだりするんだよね。太い方のブラシは以上です。で次にみんなのお手持ちのアイパレットの中で一番暗い色、私の中だとここの2つが一番暗いです。でタイプが違う、こっちはちょっと紫っぽい暗さで、こっちは焦げ茶っぽい暗さなので、この2つをちょっと混ぜます。アイラインとかの鋭いラインを引く方のブラシになってる、こういうタイプ、これとこれを混ぜる。上のまつげの生え際のところにのせていきます。これは締め色なのでアイラインのように使うというよりは、あの目元をクッと黒目に近いところで締めるっていう役目ですね。ここがあんまり太いとちょっとまた目の周り真っ黒に見えるので、本当にまつげの生え際のとこだけにアクセントとして入れるといいと思います。今の時点でさ、私何色使ってる？パレット上は5色だけど作ってる色自体は1、2、3、4、4色作ってる、オリジナルでは。こんな感じでその日の気分でちょっと混ぜる色のバランス変えてもいいだろうし、それが楽しいよね。下まぶたの十分色入ってんだけど、この色が綺麗なんですよ。バイオレットみたいな色、シマバーガンディっていう色かな。わかるわかる、この辺こうツヤツヤ感のある、これがすごく綺麗なので、先っちょでチュン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 って取って、ほんの気持ち下に入れます。もうほんの気持ちだけど、これで光
光の当たり具合で少しだけバーガンディーがチラチラ色味がこう浮き上がってくる感じ、これがすごいおしゃれな気がする。こんな感じで今日は 1,2,3,4,5,6 色、下の6色使ってみました。この辺の色は明るい色だからわざと黒目の上のところにスーって縦ラインとしてゴールド入れたりもしてもいいし、私はあらかじめ塗ってきてたけど、このアイホール全体にベースカラーとして使ってもいいような、そういう明るめの色は絶対どのアイパレットにも入ってるはずなので、そういう色を使ってからこういうカラー系を徐々に水彩絵の具みたいな感じだね。いきなり濃い色やったら取り返しつかないけど、薄い色から順番にやっていけば色がグラデーションに重なっていって理想の目元になると思います。とにかく上下で色を変えるってのも私的にはおすすめかな。ではアイラインをちゃんと引いていきます。ちょっと今日はいつもやんないけど跳ねました。正直ね、アイシャドウでこんだけ色主張したカラーリングしてアイラインもここまで引けてたらマスカラしなくてもいいぐらい、本当だったらビューラーしただけで済ましてもいいし、ビューラーなしでもうこれでマスクこっちやっちゃったけど、こんな感じでも十分目はインパクトあると思います。ただまあよりインパクトがある目元にするにはやっぱり目元しかさ見せれるとこないからさ、ビューラーでグーンとまつげが上がってファサーってなってる方が目を引くよね、人の。あと自分に合ったマスク選びだね。サイズ感とか、なんか日焼けじゃなくてもさ、マスクが自分の顔の形に合ってなさすぎて鼻の頭ずっとこすっててここ赤くなるとかさ、私も昔あったんだけど、だから緩すぎても良くないしきつすぎても良くないし、自分に合ったつけ心地のいいマスクを見つけるっていうのも多分大事かもしれないね、これから。あとちょっときつすぎてここに線が残ってる時とかね、ね、あるある。学生の時とかはさ、こうやって居眠りしててパッて起きてもここに後の頃じゃん、もう次の授業の時には取れてたりすんのよ。それがもう半日消えないからね、マジで。朝ついてたここの寝癖、私まだ残ってるけど、寝癖落ちない、落ちない、取れない、もうむくみ取れないんだから、本当に夕方にやっと取れるぐらいよ。怖いよ。よし、マスク映えするアイメイク完了しました。早速マスクをつけてみましょうか。ではマスクつけます。どうでしょう。やっぱちょっと目尻がさ、アイラインキュッてなってるだけで、私はね、そのビビたる違いがさ、やっぱ自分は一番わかるからさ、なんか印象やっぱ違うわ。あとやっぱ色綺麗よね。それはそのもちろん、まあ、ディオールだからっていうのもあると思うんですけど、色のね、その自分の好きな色で混ぜて自分でのせてるから、やっぱり多分結局好きな色なんだよね。だから自分が自分の顔を見るたびにときめくっていうか、あ、いい色って思うの。こう鏡で見返した瞬間に、あ、いい色って。そのときめきって多分女子って大事じゃん。だってここしかおしゃれできないんだもん。だったら思いっきり自分の好きな色を、こういう状態だとなんか全体のバランス考えて、目元に色持ってきたらチーク塗らないとか、リップは控えめにとか、なんか法則があったよなって気にするけど、今はもう私たちここがもうフラットのね、キャンパスになってるので、もうここだけでいいんですよ、遊ぶ場所は。普段なかなかちょっと抵抗あるなっていうさ、モスグリーンっぽい色とかさ、イエローっぽい色、ブルーっぽい色、バイオレットっぽい色とか、マスクなしだったら絶対手出してないような色も、今こそこうやって遊び心半分にね、手出せるんじゃないかなって。で、今日の私とかも目尻側に紫入れてますけど、そういうちょっとの使い方でアクセントで入れるのすごく簡単だと思う。全体的に茶色いベースにしといて、目尻のここのまつげの際だけ緑を入れてみるとかも可愛いと思うし、ちょっとこの上の光を集めたいところに黄色系を入れてみるとかも絶対可愛いと思うし、なんか極端なピンクとかも普段は使わないけど、愛ちゃんの言うようにその目尻だけにピョンとか、上まぶたのこの際のところにだけ紫キュンとか、そういうなんか遊び心みたいのを、せっかくだったら手持ちのいろんな色があるアイシャドウで遊べたら、もっとメイクがなんか DIY じゃないけどさ、あるもので工夫できた方が絶対いいじゃん。新たに買う必要ないんだから。
今あるもので工夫して添えてマスク生活のアイメイクを楽しめたらすごくより一層楽しいメイク生活になるかなと思いまして、私からの提案でした。こういうパレットがある人はぜひもう一回ちょっと自分の持ってるパレット見直してみてはいかがでしょう。でこういうのがないっていう人も今手持ちの最近ちょっと使ってなかったな、もう捨てようかなって思ってたぐらいの色とかももう一回手に取ってみて、もしかしたらあの色とこの色を混ぜたらっていうのをね試してみたりして、新たな自分好みのアイシャドウのカラーを見つけてみてはいかがでしょうか。特に女の子はね、同世代の方から、そして10代20代の女の子たちは、この土曜日は基本的に美容に関することだったりとか、そういう動画を上げれたらなと思ってるんだけど、こういうのがあったら見たいな、こういうのを知りたいな、こういうのを愛ちゃんだったらどうしてんのかなみたいな、知りたい見たい聞きたいみたいなことがあったらぜひコメント欄に寄せてもらえたらと思います。では西田愛でした。ありがとうも下げました。みんなで可愛くなろうね。すごいなんか今日時間かけたからめっちゃいい感じになってる。下げました。